どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。今日は最初にですね、1分動画ですけれども、今日の聖書ってこんなに素晴らしい、面白いかな、聖書ってこんなに面白いの動画を見ていただきたいと思います。お願いします。約束を守り祝福される神、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。創世記12章17節。アブラムが甥のロトと別れて後、主はアブラムに仰せられました。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようと。カナンの地を与えるという素晴らしい約束を神はアブラムに語られます。そしてさらに、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができようと。子孫が増し加わり、地の塵のようになると祝福の約束が与えられます。そして立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだからと命じられるのです。アブラムは神の命じられた言葉に従い、天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住みました。そしてそこに主のための祭壇を築いたのです。私たちにも神が与えてくださる場所と人々がいます。神の言葉に従い、そしてアブラムが祭壇を築いたように、私たちも主の祭壇を築き、主イエスを礼拝し、深く生ける神である主と交わりましょう。主は必ず約束の言葉を守り、あなたを祝福してくださいます。あなたはイエス・キリストに愛されています。はい、ありがとうございました。素敵な動画ですけれどもね、ぜひいいねをしてチャンネル登録をしてあげればと思いますし、拡散をしていただければ嬉しく思います。毎日発信していますので、友達の誰かに1週間の10回2回はきっとなんかいいなと思うのがあると思うので、ぜひ、伝えてほしいと思います。はい、それではもう一つですね、26世紀の殉教生活のことを毎週見てきましたけれども、何回か見ましたので、今日は、映画ミッションが作りましたその、ルドビゴ茨城の話をですね、ちょっと長いんですけど見て、長いってもそんなことないんですけど見ていただきたいと思います。今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビコは病院のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンで、イエス・キリストを神様として信じていました。しかし、そうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。
私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせがむので、役人たちも仕方がなく宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかしルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために処刑する長崎まで歩かせ引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま、1日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り、裸足だったため足が腫れていました。おい、見ろよ、バラバラの服着てるよ。ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず、微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビコの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。ルドビコは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよいと言いました。しかしそれを聞いた半三郎は、いや、それはダメだ、キリストの教えを捨てなければと言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリストにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょうと自信を持ってきっぱりと答え、再び微笑みました。ルドビコが言ったパライソとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて、大村湾に臨む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時ごろに対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら、寒い夜を船に乗り、身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですか？とそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよ、と教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。
しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ神を褒めたたえよという詩篇を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと命が尽きるまで説教を続けました。ついにハンザブロンが合図を出しました。最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。全てが終わって町に戻るとき、ハンザブロの目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。はい、ありがとうございました。映画ミッションとってもね、音楽を効果的に持ちながらとてもいいものを作っておられますけれども、それでは聖書から今日はお話をしていきたいと思います。ルカの福音書の5章の12節から見ていきたいと思います。もう一度見しますね。さてイエスがある町におられたとき、全身大病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主を心一つで私は清くしてあげます。今日は大病人の人が出てまいりますけれども、全身雷病だったわけですね。ツァラートっていうんですけれども、この雷病っていうのはですね、当時は、これは雷病になりますとどういうことかというと、病気になったというよりも宗教的な意味で汚れているものとされたんですね。ですから、うんと悪く言えば神に呪われてるっていうような言われか思われ方をされていました。で、実際雷病になると雷の谷というところに家族からも支配からも隔離されて住んだ。で、雷病かどうかの判定はお医者さんがするんじゃないんですね。祭司がするんです。で、雷病から治った時もお医者さんがするんじゃなくて、祭司が雷病で亡くなりましたって言うんです。つまりお医者さんが雷病から治ったというんじゃなくて、祭司が雷病です、雷病から治りましたって判定するんですね。つまりこの雷病っていうのは、だから宗教的にと言いましょうか、霊的な意味で、汚れた病気と言われたんですね。だからこの人はここでも、私を清くしてあげます、治してくださいましたので清くしてあげます、そういうふうに言ったんですね。で、雷病になるってことは本当につらかったと思います。体は腐ってくる、宗教的に聞かれてる、つまり当時の時代に神から呪われてる、そういうふうに思われるってことはもう本当につらかったし、家族でそういう人が出たら、言葉は悪いけど家族の恥のように思われてしまって、もう家族からも社会からも隔離されて住まなきゃいけなくなる。これは雷病になった人は特にもう本当につらかったと思うんですね。で、雷病の人はですね、雷の谷にいるんですが、もし何かの用事があって出てくるときは体中にこう布を巻いたりしてですね、雷を見えなくして、それで出てきた時には私は雷です、私は雷ですとこう言いながらいけない、タラトです、タラトですって言いながら出てこなきゃいけないんですね。そして
なぜかって、そしたらみんながわって逃げていくわけですね。というのは、知らないでライの人に触ったりしたら、触った人も嫌われると言われたんですね。で、これは昔いじめでね、なんか誰かをなんか言ってこう、あの人に触ったら、こっちも嫌われるみたいな、汚くなるみたいなことを、とんでもないことをやってないですよ。そういうのが あったことを覚えます。そういうのがね。まさにもっとそういうのを、もうなんていうか、堂々とそれがなされていたってことですね。だから、雷病になった人ってのは本当につらかったと思うんですね。だその雷病の人が、この時、イエス様のところに来たということは、町にいたわけですから、雷の谷から出てきて、本当にイエス様に何としても治してほしい、まあ、清めてほしい、解放されたいと思って、イエス様のところに来て、そして、まあ、言ったわけですね。切れ伏して。本当にイエス様お願いしますとこう、ね、懇願したわけですね。主よ、お心一つで私を清くしてあげます。このお心一つというのはですね、つまりイエス様は神様だとこの人は信じたと思います。ここまで来たというのはね、その神に呪われていると思われているけど、あなたが私を清くしようって、私を本当に清くすることを良しとされたら、見殺されたら直してもらえるんです、あなたは私を変えてくださいますよねってこう真剣に主にすがったわけですね。そしたらイエス様はですね、今日の注射13節なんですけども、そうやってやってきたときにイエス様はどうされたか。13節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の頃だ、清くなれと言われた。するとすぐにその雷病が消えたと書いてあるんですね。今日この13節を中心にお話したいんですけど、まず一つ目は、その手を伸ばして彼に触りと書いてある。イエス様だったら雷病の人に、どっか刺して言ったらまずい、ここ刺してましてもまずい、こっち刺してようかな雷病の人に言うわけですよね。私の頃だ、清くなれって言うと治るんですよ。触らなくったって。手を伸ばして触りって書いてあるけど、さっき言ったように、雷病に触ると触った人も汚れるんです。旧約聖書に書いてあるんです。でも、イエス様はわざわざ、いいですか、触らなくったって、イエス様は雷病の人に向かって、私の頃だ、清くなれって言いさえすれば治ったんです。で、治ってから抱きしめればいいんだけど、そうじゃなくて、雷病のまま、その雷の病に、その時に、わざわざ手を伸ばして、触ったんです。そして言ったんですね。これすごく大事なところなんですね。イエス様はこの雷の人に伝えたかった、私たちにも伝えたい、雷が治ったら愛してくれるんじゃなくて、雷病のままそのままで愛してくださるのです。汚れてると言われている状態のままで、みんなからこう汚れたものって言って隔離されているそのままで、そのままで神様は愛してくださり、そのままであなたを愛する価値があるんだよって言ってくださる。でもそのままにしておかない、あなたはこのままで価値があるし愛されてるんだ、だけどもそのまましておかない、私の頃はあなたが清くなることだ、清くなれと言って清くしてくださったなんね。私たちの人生の中には、こう本当に自分で自分が情けになるときは、もう自分なんか消えてなくなりたいと思ったときは、自分だからいない方がいいと思ってしまうようなときがあるかもしれない。単なる思い込みの場合もあるし、こう確かにそういう失敗をしてしまったり、そんなとんでもない罪を犯してしまったときがあるかもしれない。悔い改めて許されますか、安心してください。しかし神様はですか、そのままで愛してくださるんですね。ただ罪は悔い改めてくださいね。でも罪人のままどうしようもないまま、そのままで愛してくださる。しかしそのままでほっとかないで、そこから本当に清めて、そこから解放されて、そこから自由になりなさいって言ってくださるんですね。これすごく大事なところなんです。まあオリンピックがあるかないかで今話題になってますが、あるオリンピックの有名な選手がですね、クリスチャンでした。でお父さんもクリスチャンでした。でお父さんと2人で一生懸命頑張ってきて、陸上の選手だったと思うんですけどね、すみませんね、ちょっと古い話で正確なことを忘れたんで、いい加減なこと言っちゃいけないから、100と200だったと思うんだけど、間違ってるかもしれない、200と200だったかもしれない、ちょっと忘れましたけど、2つノミネートされてて、もうどっちも金メダルと言われてた。そして1つ目の競技の時に、もうみんなが注目してる中、走ったら、負けたんですね。しかも、メダルに届かない、なんかちょっと失敗したんなんかで、スタート失敗したなんか忘れたけど、なんかで失敗して負けたん。みんなに注目されたから、もう恥ずかしくて、そのまま彼は家にまっすぐ、家ってね、選手村にいないんですね。やっぱりね、ちゃんと別にホテル取ってん、ね。だからそのホテルに向かってまっすぐ帰っていったんですね。もうマスコミ もう会いたくない、もう顔も見たくないで、バーってね、逃げるように。そしたらお父さんももちろん見てたんだけど、お父さんは先に部屋に帰って待ってたんですね。息子がね、もう本当に泣き、もう家に帰ってほっとしてたんですよ。バーって泣きながら来た時にね、お父さんパッと出てきて言うんですよね。一番最初に言った言葉は何だったと思いますか。 I love you, my son って言ったんです。 I love you, my son って、ね、こう言ったね。 You are my son, I love you って言ったんです。愛してるぞって、俺の息子よって、お前は
優勝しようが、ビリになろうが、メダルを取ろうが取る前が関係ない。俺の息子なんだ。愛してるって言ったんですよ。そして抱きしめたんです。これ実はですよ。そしてね、息子はね、ボロボロ泣いたんですね。そしてね、次の日からその何時か忘れましたけども、次の競技に出た。金メダルを取ったんですね。金メダルを取ったから愛してるんじゃありません。そのまま愛してるんです。負けようが関係ない。お前は俺の息子なんだ、愛してるよって言ったんですよね。イエス様はこの雷病の人に、確かに聖書では蹴られてると言われてると、でもその蹴られた状態のままで私はあなたを愛してるよって言って、自ら手を伸ばして触ったんですよ。触ったら、私たちで考えるレベルじゃないんですよ。旧約聖書の世界っていうのは、ユダヤ人の世界っていうのは。でも構わないって、私も一緒に蹴られたっていい、あなたを愛してると、そして清くなれ、でもそのままで置いとかないと、清くなれって言って清めたんです。神様は私たちの病気を治してくれるし、悪習慣から解放してくれますが、それがあるからもうダメだってじゃなくて、そのままダメだから治してくれるんじゃなくて、そのままで私たちを愛して、そのままで価値あるものと見てくださってるけれども、そのままでほっとかないで愛してるから。あの悪習慣というとすぐね、ダビデ村上牧師浮かんじゃうんだけど、ね、お酒にタバコにギャンブル全部やってましたからね。そしてしかも借金もだいぶ作って、まあ、本人親父で言ってるからね、その映像が、数万アクセスで、ね、あのうちの村の中でね、ダントツで一般からのアクセスが多いやつなんですね。で、彼は真面目に家族のために、最後にクリスチャンになったから家族と思うようになって、それまで思わなかったんだけど、あんまり本当に思うようになって、最後にあの自殺だったら、当時はね、今は自殺でもなんか降りるらしいんで、ちょっと良くないと思うんですけど、自殺にでならないように滝に落ちて事故で死んだように見せかけて、保険金を残して借金を返していくらか余るから、それを家族に残して本気で思った。海内の精一杯の最後の家族じゃない、本気で思ったんです。それで滝に飛び込もうと思ったけど、思えなくて、あの怖くて2日行ったけどダメで、3日目仕方ないからお酒飲んで、お酒の勢いで飛び込んだ。飛び込んだらさーっと流れがあって、死ねると思ったら気がついたら立ってた浅瀬でそれですぐにもっぺん飛び込もうと思った瞬間、後ろから声が聞こえた。私のところに来なさいって、これ肉声だそうです。彼が聞いた生涯ただ一回の肉声のキリストの声、私のところに来なさいって。皆さん、キリストはどこにか知ってますか？教会に見せているんです。その瞬間、彼は涙が溢れ止まらなくなって教会飛んでいったんです。そこから彼はギャンブルからもお酒からも多忙からも解放して、家族は一つになりました。先日もね、結婚式を私もしましたし、その前の時も結婚式もしましたし、子供たちの献身式もしてますし、今度ね、子供たちと孫たちもみんな来る人教世界に。彼がお酒やめたから愛してくれてんじゃない、どうしようもない借金も作ってめちゃくちゃだった時にそのままで愛してくれた。でも神様はそのままで俺よと言わない。そこから抜け出して解放されて自由になれって言ってくれる。イエス様はこの時手を伸ばしてわざわざ触ったんだ、雷病に。いいですか、宗教的に聞かれていると旧約聖書に書かれているそのラインに触って、そして言われたんだ、私の心は、私のあなたが清くなることが私の願いだし、心が清くなれって。でそしてイエス様が言ったら、神の言葉が発せられたら、イエス様が言ったら、その瞬間雷病は消えたって書いてある。消えたんです、なくなったんです。今あなたが癌でも、イエスキリストが癌を消えてなくなれってやればなくなるんです。そして主は今日あなたに言われます、イエスキリストの名によって癌を消えろって。イエスキリストは言われます、イエスキリストになって、うつ病を治れってイエスキリストは言われます。躁うつ病もパニック障害も統合失調症もイエス・キリストの名によって治れって、主が言われたら治るんです。腫瘍もポリープもがんもイエス・キリストが言われたら消えるんです。イエス・キリストの名によって腫瘍もポリープもがんも消えてなくなれって。正義牧師の教会では毎週礼拝の度ごとに超牧師が宣言して、どんどん癒しと奇跡が起こってリバイバルが起こったんです。超牧師がすごいと思ってアウトですよ。キリストの皆に力があって、キリストの言葉に力があるんです。誰が言ったかじゃない、キリストの言葉に力がある。で今日もキリストはあなたを本当に愛しておられて、十字架にかかることに愛しておられて、あなたを癒したい、治したい、解放したい、間違いなくください、そのままで愛しておられる。
自分で自分が情けない時ありませんか。いつもようにどうしようもない罪人って偉大牧師はいつも言ってたけど、偉大牧師はそうだと思ったけど自分はそう思ってなかったけど、私もやっぱりどうしようもない罪だったって分かってどうしようもないと思うことありませんか。早くしすぎたかな自分が情けなくなったり惨めになったり、もう生きていても仕方がないと思えたり、もうこんなんなら死んだ方がいいと思えたり、なんかもう本当に惨めになったりすることありませんか。そのあなたを、でもイエス・キリストは命がけでそのあなたを本当に愛している。そしてイエス様はそのままで終わらせたくない。そこから抜け出して本当に癒されて解放されて目を輝かして生き生き生きてほしいと本当に願ってる。先週か先々週、あ、第2礼拝ではなかったかな、他の礼拝だったのかな、うち、あの、私の長男が中学1年生の夏2学期から不登校になった時、妻が言いました。中2の時ほとんど学校行かなかったんだけど、最初は生き生きしたのに夕方だんだん時間が遅くなって、夕方あるいはもっと遅くなって起きてきて、死んだ魚の目をして起きてきたんです。で、私たち中学3年の時に進学のこともあったけど、とにかく夫婦で一生懸命祈ったのは、どこの学校行ってほしいか、そんなことじゃない、この子の目がもう一度輝いて、朝起き自分で起きてきて輝か目を輝かせながら学校に行って、高校を卒業するときに目を輝かして本当に学校に来てよかったっていう、そういう学校に行かせてくださいって、この子の目をもう一遍輝くようになってほしいって本気で夫婦で真剣に祈った。私は罪人なんだ、どうしようもない父親なんだ、それでもそう思う。まして天の父なる神様があなたが本当に輝いて生き生きしてほしいと思うに決まってるでしょう。キリストを十字架につけてまで愛されたイエス様が、父なる神様があなたを愛するに決まってる。死んだ魚を目の前にした時、私は子供を愛してました、本当に愛してました。でもそのままでいてほしくなかった。同じようにイエス様はこの雷病人を雷のままで、汚れたと言われたままで、呪われたと言われたままで、そのままで愛しておられた。でもそのままでいてほしくなかった。だから私のことは清くなれって言われた。そしてイエス様が言った瞬間、この人は清められちゃった。主の言葉はね、人を作り変えるんです。言いましたよね、何週間か前に。キリストは権威を持ってるから、キリストの言葉には権威がある。病気よりもキリストの方が権威がある。悪霊よりもキリストの方が権威がある。自然現象よりもキリストの方が権威がある。だからキリストが語られれば、その言葉がそうなる。病気も悪霊も従わなきゃいけない。治るし解放されるんですね。これはね、どうぞ覚えてください。ある場合はすぐです。ある場合はあえて時間をかけられます。それは意地悪してんじゃありません。時間をかけることによって本当に愛が深く入っていくことがあるから、時間をかけることによって愛が開かれることがあるからね、これは覚えてください。でこの時消えたん。でそして面白い、この後にね、エス様こう言われたん。誰にも話してはいけないってね。そしてただ祭司のところに行って自分を見せた。祭司に見せて、そして人々への証のためにモーセが命じてる、これ旧約聖書の律法ね、あなたの清めの備え物をしなさい。どういうことだった。祭司にちゃんと見せて、祭司から治ったと言われて、そしてその治った時に下げる質問があるから、きちんとそれをしなさい。つまり、ね、治ったという宣言をするのは祭司だから、祭司のところにきちんと行って治ったことを証明してもらい、その時にきちんと下げる酒物を下げて、ちゃんと手続きを踏んで、きちっとやって社会に戻りなさいって、家族に戻りなさいって、あなたが本来活躍すべき場所がある、あなたが掲げる場所がある、その家族に、その社会に、つまり彼が生きる場所に戻りなさいって言ったんです。彼は家族からも引き離され、社会からも引き離され、どっちからも、まあ、まるでまあのけものというか、恥というか、もう汚れたものというか、そういうふうに扱えたら。でもそうじゃない、あなたはそこで活躍できるし生きていけるんだって。あのね、イエス様ってすごいなと思う。ちゃんと手続き踏んでね、きちんと最初に言ってもらって持ってきなさいよって、本当にこの人のことを考えてる。この後の人生もイエス様ってね、あなたの生涯を考えておられます。こういったところはね、でこの人ね、嬉しかったんでしょうね。人々に言いふらしちゃうんですね。あんまり嬉しいとね、言い開いちゃうんです。ある方がアルバイト決まったとき、アルバイト決まった、ね、そこがよかったねってね、ミッコラだミッコラだとか言って自分で言ってましたね、一生懸命ね。嬉しいとかね、言いふらすんです。私自分がね、学校にね、合格したときよりもね、子供が通ったときが嬉しかったんですね。思わずも合格したときね、前も言ったかもしれないけどね、この、そのさっきの長男がね、不登校だって絶対無理だって言ったところが最後は良かったんですけど、通った時に雨降ってたんです。今でも覚えてますけどね、一緒に見に行って
みんな来てるから途中車止めて先に貸して、後から車止めて行ったらね、通ったみたいだったんだけど、自分でも確かめて見た瞬間ね、嬉しくてね、もう自分のとこ動くときにやったーとかって言うけど、はーってこうやっちゃったんですね。だから息子の方がね、恥ずかしくてね、喜んでたのになんか喜べなくなったみたいでね、嬉しかったんですね。それぐらいみんなに言いたくなりましたね。取りましたよってみんなに、本当に嬉しいと言いたくなるんです。イエス様があなたにしてくださった本当に嬉しいことがありますか。喋らないではいれない、そのもう本当に語らずにはいれないっていう、イエス様はあなたにそれをたくさん本当はしたいんです。エコひいきなんか絶対にありません。神にエコひいきなんか絶対ありません。残念ながら人間はそれがあるかもしれません。神にはありません。あなたを祝福したくてたまらない、あなたがもう黙ってられなくなるような嬉しいことを神様あなたにしたいと思っている。この人は本当に雷病をそのまま受け取れて嬉しかったと思いますよ。もう本当に、しかも治った。本当にイエス様は私を本当に愛してくれて、しかも治してくれた、嬉しかったと思いますよね。そして彼はね、だからみんなに思わず言っちゃった。そしたら人々が、しかしイエスの噂はいい噂ですね、ますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治すために集まってきたって書いてあるんですね。これすごいですね。もっと噂を流しましょう。平和町のある昔スーパーだったあそこに教会があるのって、あの教会行ったら病気は治るのよって、あの教会行ったらね回復するのよって、あの教会行ったらね祝福されるのよって、あの教会行ったら疲れるわとか言わないでね。あの教会行ったらね、キリストっていう方がね、目に見えないけどおられてね、キリストが治してくれるの、キリストが祝福してくれるの、キリストがね越してくれるのっていう、そういう噂をどんどん流してください。 SNS で人の噂なんか流さなくていい、イエスキリストの噂を流してください。イエスキリストは治してくれるって、イエスキリストは解放してくれるって、イエスキリストは家族を回復させてくださって、イエスキリストは人生を取り戻してくれるって、イエスキリストは本当に愛してくれてるって、イエスキリストは生きる力をくれるって、イエスキリストは笑顔を戻してくれるって、どんどん SNS で流してください。あなたの口ぶりで人々に言ってください。私キリストに会うには教会に行くのが一番近道だって、教会にキリストは見せてるんです。あなたはそう感じたか感じてないか関係なく見せてる。でもあなたが信じれば、見せているキリストがあなたに働き始める。今日もキリストは見せている。オンラインされている方、その場所にキリストは手を伸ばせる。そのうちね、なんか画面からキュッと手が出てくるような時代が来るんでしょうかね。今笑うかもしれませんけど、昔だって地球の裏側とね、無料でね、電話でね、もう顔を合わせてね、こう全部見れる瞬間的に、しかもそれ一画面で見て同時に世界中とつなげるなんて考えましたか。ドラえもんの世界だったでしょ。いや本当に私の幼い頃なんてドラえもんの世界だと思うな。ありえなかった。今だって地球の裏側とだけじゃなくて、もう、ね、ロンドンとアメリカとニューヨークと、アメリカニューヨークか、ニューヨークと北京とエルサレムとつないで、デイジーにみんなでこう顔を合わせて話ができるでしょ。ただで。電動化し、普通でしょ別に。ありえないですよね。そのうちね、画面から手が出てきたりしてね。いやいやね、今嘘みたいなもんかもしれないけど、千年王国ではあると思うんです、私ね。なんかね、でもね、面白い、こういう子 ね、手が伸びてこなくても、見えないキリストの手が今、あなたのところに伸びる。そして、キリストの手があなたに置かれたら、あなたは癒されます。キリストイエスの名によって、癌は消える。うつも治る。緑内障も治る。関節の痛みは消えてなくなる。腫瘍もポリープも癌もどこにあろうと全部消える。もっと教会は、クリスチャンは大胆に語るべきだ。治らなかったらどうしようと思ってるでしょう。それは愛でも何でもない。治らなかったら時じゃないんです。ただそれだけです。神は治される。恥は私たちが受ければいいんです。栄光はキリストのものです。もっとイエス様のことを大胆に語ってほしい。もっとイエス様のことを分かち合ってほしい。ね、殉教師たちは、彼らはキリストを語ったんです。だからね、26世人がすごいとか言われたらね、彼らは悲しむと思う、天国で。彼らはキリストを愛して、キリストを信じて、キリストを伝えたんです。殺されるとなってもキリストのことを語り、その殺す人たちを許したのはキリストを信じてほしい。彼らが願ったことは、殺さないでくれじゃなくて、本当に天国で待ってるから来てほしいって、アントニオは自分の両親に向かって言い、
そしてパウロ・ミキは最後まで旧友だった寺田ハンタブルはね、殺されになったから伝えたんでしょ。みんなそうですよね。知ってたんだよ、キリスト。この時に人々集まってきた。そしてイエス様はことごとく癒されました。ただね、最後にこれで終わります。イエスご自身はよく荒野に知りといて祈っておられた。イエス様は神だからできるんですが、人でもありました。で、彼は人、完全な人として神様の働きを許すにあたって、この時間を見つけて、ちょっと暇って言った言葉が悪いと思うけど、時間を見つけて、とっても難しかった時間を見つけて、荒野っていうのは人になれるから、人になって父なる神と交わってた。で、皆さんね、神と祈る時間を失うとね、私たちはね、主のものを失います。あなたの人生から奇跡は消えます。あなたの人生から神の愛はあるんですけど感じなくなります。忙しいってね、心を失うって書くんです。これはね、やっぱ漢字はやっぱり漢字ってやっぱりいいですよね。ついでに義っていうのはね、我の上に羊って書くんですね。羊ってね、イエス様ですからね。あれ面白いでしょ、漢字ってね、面白いんですよ。で、心を失うってのは忙しいんです。神と交わる時間もないぐらい忙しいなら、あなたは心を失って、神はあなたを愛されてるけど愛が見えなくなります。神はあなたに恵みを注ぎたいけど恵みを受けれなくなります。神と交わる時間も忘れるほどなくなるほど忙しくなったら、あなたは主の奇跡があなたの人生からなくなります。間違いません。主はあなたに奇跡を行うというたまらないんですよ。ね、皆さんね、主との時間を大事にしてください。忙しいと思います。日本人は忙しいと思う。特に政治に一生懸命来てる人は合間を縫って寸暇を惜しんで、だって寸暇を惜しんでスマホしてませんか。暇さえあればスマホしてませんか。スマホに聖書が書いてあるといいですね。聖書ってあるからね。スマホで賛美を聞くといいですね。本当に昔はテレビつけたって、今テレビつけない、みんなスマホで YouTube 見たり動画を見たり、いろいろあるでしょ。全然スマホでもいいですけど、スマホでいいから聖書を読んだり、こう賛美聞いたりで、神と交わってください。見ながら神様ってかっこつけなくていいから、人の前にはいろいろあるでしょうけど、神の前にはかっこつけないと、本当にありのままでいいから、その代わり神様と交わってください。意識して寝ながらやる人はいます。ダメだと言いません。疲れ切ってたら寝ながらでもいいから行ってください。ただし元気なのに寝ながら行かないでください。言ったことありますか。心を見るからね。で、その時にあなたの人生に神の奇跡とか神の愛が本当にあなたが分かるように注がれてくるし、あなたの人生に奇跡が起こるし、あなたの愛する人にも起こって始めていきます。今日このライブが消えたってことがすごい飛び込んできたんです。ライブは消えたって、消えます。病気は消えてなくなります。あなたの人生を破壊してきたものは消えてなくなります。イエス・キリストはあなたを本当に愛しているので、それを消えてなくします。あなたの祈りは届いています。あなたの願いに主は応えられます。よく私なんかは不信仰だしと言います。関係ありません。あなたが心から主のところに行って願った、そのこと自体が信仰と見てくださって、主は応えてくださいます。期待してください。信じてほしい。主はそれをなしてくださるんですね。それをね、覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今もあの時と同じように私たちを一人一人を愛してくださって、私たちがどんな状態であろうと、どういうところであろうと、その私をそのまま愛してくださり、そして私たちをそこから助け出し、救い出し、病気を治し、悪霊を解放し、悪習慣から断ち切り、本当に私を作り変えてくださることをありがとうございます。どうぞあなたの言葉を与えてくださって、私の人生にあなたが来る祝福を豊かに表してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いを、また自分のこと、家族のこと、友人のこと、自分自身のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、進路のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主におっしゃってください。その願いに主は答えられます。父なる神様、イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの壇に出てまいりました。一人一人の心の叫び、願いに応えて、
癒しを与え、解放を与え、解決を与え、聖のバプテスマを与え、導きを与え、はっきりと神の言葉を与えて導いてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。キリストイエスの名によって癌を消えて亡くなれ。喉から、子宮から、肺から、胸から、内臓から、腎臓から、肝臓からイエスさんって水、腫瘍ポリープ癌消えて亡くなれ。背中の痛み、指の痛み、関節の痛み、しびれ、イエスキリストの名による根本から完全に癒されて治れ。イエスキリストの名によって恐れをその人たちから出ていけ。全く愛に満たされよ。躁うつ病、統合失調症、躁うつ病、パニック障害、キリストイエスの名によって命ずる。イエスキリストによって治れ。全く神の愛に満たされよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。イエス様ありがとうございます。次の一歩はとっても大事です。私のところに来ていきなさい。あなたのために天で祈っている方がいます。一人ではありません。その天で祈っている方の祈りに対する答えがあなたのところに行きます。私はあなたが分かるようにはっきりと語ろう。愛する子よ、その私の声に従ってきなさい。次の一歩はとっても大事です。それはあなたの人生の集大成、あるいは非常に大きな、人生の飯というかそれになります。私はそれを開き、それを導こう。それはあなただけではなく、天と一つになってあなたの人生に私が用意した実をつける年を据えます。それはあなたの喜び、天の宝となる年をやります。許しなさい。頭で分かっているけど許せないものよ、私のところに来なさい。私はその人がなぜそうしたのかをあなたに教えよう。その人が痛み、苦しみ、そういう人生を問わざるを得なかったことを私はあなたに教えよう。許しなさい。許したときあなたは自由になり、そしてそのときあなたは喜びがあふれてくる。私はあなたにそこから私の人生を大きく開いていこうと言われます。安心しなさい。あなたの願いは聞かれました。ただ私を忘れないようにしなさい。私を忘れるときあなたは再び困難や問題にぶつかってきます。私が異常の一人ではありません。私を忘れたときあなたは私を見失うので、そこで用意されたものを受けれなくなって苦しんだり痛んだりします。私はしかしあなたを私の方に戻して再びあなたを祝福で満たそうと言われます。私の祝福を小さく考えてはいけません。私はあなたにもっと豊かに、もっと大きく祝福したいと言われます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお知らせをお願いいたします。それではお知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。今、緊急事態宣言が出されております。長崎エルサレム教会でも新型コロナウイルス感染対策として礼拝堂に入る前に必ず、マスクを着用してください。ウイルスをしっかりブロックする不織布のものでお願いいたします。2番目にアルコール消毒ですが、先週のように、セスコ牧師が教えてくださったように爪とか指先とかですね、手の甲とか手首まで
普段しっかりしてないんですけど、この機会にですね、しっかりとたっぷりつけてですね、お願いいたします。また検温も必ずお願いします。37度5分以上の発熱がある場合はオンライン礼拝をしていただくことになりますので、ご了承ください。ご自宅を出る前に、不安な場合はですね、必ず検温してから来てください。また冬場における換気対策として、加湿器のついた加湿器を2台分ですね、で空気清浄機4台を1日中稼働させています。この新しく捧げてくださった方に感謝いたします。なお CS のお部屋とかトイレのお部屋、トイレ各室にも設置できればと思いますので。